あなたなら何秒できますか？はい、皆さんこんにちは、タートルです。はい、今回ですね、体力測定ということで、Lシットというね、腹筋エクササイズを何秒キープできるかというのをやってみましょう。10秒耐えれた方はね、何か運動されてるんですか？30秒できた方はね、筋トレされてるんです？1分できた方はね、結構すごいやん。ということで、タートルと一緒に何秒できるかやってみましょう。まず、やり方説明します。Lシットというね、まあ、エクササイズなんですけども、太ももと腹筋を使います。あとは肩もね、少し使います。まあ、やり方なんですけど、グーを作って、お尻の横に置きます。この状態で、体をこのように浮かせます。っていうのを何秒キープできるかという話です。まあ、今回ね、ちょっと見えにくいと思うんで、まあ、タートルはこのプッシュアップバーを使ってやっていきます。では、一緒に頑張っていきましょう。たど、いやー、きついね、これきついね。結構きついね、これね。いやどうですか皆さん、何秒ぐらいできてますか？いや、タートルね、ちょっと言い訳するんですけども、これ2回目なんですよね。実はね、1回ビデオ撮ったらちゃんと映ってなくてですね、今2回目の撮影です。なんでね、まあ言い訳なんだけど、ああ手がプルプルしていた、ああ腹筋がプルプルしていた、ああと30秒、ももがきつい、ももが、おお、結構どうすか皆さん、きついですか、どうですか、あと15秒、ももがつらい、この腕のプルプル感どうですか皆さん、まだ頑張れてますか。あと5秒です。あーきつい、もう少し、だよ、じゃあ、きついっすねこれ。じゃあ、いや皆さん、どうでしたか？体力測定、何秒できましたでしょうか？いや、これ腹筋とね、ももにね、よく効きますね。いや、結構懸垂した状態、まあ要は、ぶら下がった状態で、足を上げるね、Lシットっていうのはね、結構やってると思うんですけども、まあこのね、床でのね、Lシット。いやー、結構きつい。まあ体操選手は余裕なんでしょうけど、いやー、辛かった。まあなんせね、まあまた言い訳言うと2回目なんでね、いやー結構ももに来た、ももに、ももとあと肩がね、ブル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 ってね、なりますね。いや皆さん、これね、何秒できたかコメントをもらえると嬉しいです。結構床だったらやっぱりグーしてね、体上げなきゃいけないんで、ちょっと手も痛い人いるかな、どうかな。いやーその辺もね、よかったらコメント待ってますんで、皆さんグッドボタンやコメント欠かさず必ず送ってください。何秒できたか皆さんの答えを楽しみにしております。ということで、今回、体力測定 Lシット何秒耐えれるかという企画でした。ありがとうございました。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。